た、いきなり待ってた、マジで。いや、間違ってた、どうしようかな聞いたもん、人に。そう、マンション名書いとかなかったね。そう、マンション名を書いとくっていう親切さが欲しかったな。とりあえず、おはようございます。おはよう。起きてた？起きてたっす。めっちゃぼーっとした。昨日、連絡なかったじゃないですか。うん、あるかどうかわからへんかったみたいな。まあ、別に、まあ、なくても、別に村田こと行き込んでもええかなとは思ってたんですけどね。まあ、雨も降ったけど。降ってました、めっちゃ。めっちゃ降ってんな。まだ外一回も出てないっすよ。ここは、高志邸ですか？そうっす。いや、何の紹介もないっすよ。え？いや、もう。いきなり来るから、僕は。汚い。いきなり来よったなぁ、もう冷蔵庫チェック。いや、ほんまになんもないっすよ、マジで。うん、なんもないっすよ、納豆と卵しかないっすちょっとビールぐらい入れときましょうか。なんもないやん。ビールぐらい入れときましょうか。家で自炊してへんの？いや、米炊いてますよ、ほら。米は分かるけどな。おかずは？おかずないっすよ、納豆だけです。おかず納豆だけで、ラーメンをこうして。10年以上この生活は変わらんっすね。いけるのか。で、昼、まかない食ってるでしょ。あ、そうか。最悪困ったら、こう、宇宙食。宇宙食？非常食やん。鍋一個っす。まな板もなんもないっす。包丁は？なんもないっす、なんもないっす。包丁もない。なんもないっす。なんもないっすね。読んでこれ、高志。好きなことをやればいい。ただただ前を向いて、本気でやればいい。その先に、高志の声が見られる。これは、彼女と同棲してて、うん、で、スケボーしたすぎて別れて、うん、で、俺って最低やな思いながら商店街をポツポツ歩いてたら、書いてる人があって、俺こんなん書いてこともったことないわと思って書いてもらったら、この言葉やったっすね。僕にぴったりと思いますわ、もうでもやりたくないことでもやりますよ、今の大人になった僕は空気を読むとか。そうそうそう、人と協調できるようには多少なってきたんじゃないですかね。そうですか。何します、今日あれでもいけるとかあんの？まあ、パワーボムは最終いけるやん。あいつはいけるっすね。なん、とりあえずじゃあ、僕は風呂を入らなかったこれ何なん、この本。何すか？この本。あはスローセックスでしょ。この本紹介してください。これ、まあ、自分で買ったんじゃないですけど、後輩が誕生日に、テンガとこれをくれたんですよ。僕が好きな女の子って、その女の子と、いけるんやったらこれ読んでくれ。あかんかったら天下でおなってくるってでくれたんですけど、こんなの5秒で飽きました何を引っ張り出してくれ。おもろいな思って、こんな。いや、俺はちょっとためになるから読んどくわ。ちょっと読んどってください。うん、読んどくわ。はい、はい、車に乗っていきましょうか。あの日も雨やったやんな。そうっすよ。どっち側なんですか？村瀬さんでしょ。私はやっぱなんやろな、この二人のバイブレーションが雨を生んでるんだから。スポットチェックなんですよ。あ、スポットチェック行ける。そうそう、 JR7 の裏なんですけど、そこでよく滑ってたんですよ。ここっすよ、ここ。ここが僕が大阪に行く前に滑ったとこっすね。まあ、特にフラットと高いこのレールがあるのと。これ高橋、オーリー超えれる？いや、昔チャレンジしたっすけど、無理っすね。今はヒッピーオーリーでやったと思います。あ、はい。撮るっすか、それ。ちょっとサクッと行きますか。寝起きで行くっしょ。行くで、村田。バツイッチ行く。おっしゃ。The vibe is clean. The flag black. Red, blue, and green.それ出たか分からへん。まあ懐かしのスポットで、オーリーで飛べなかったところね、中根助で出たら飛べるようになったっすね。ちゃう、飛び方やけど頭は使えるようになったっすね。オーリーだけじゃないよと。じゃないよと。よし、行きますか。ジュース飲みに行きましょう。ジュース？はい。前言ってたミックスジュース。そうそうそう、ナラスタミックス。ナラスタミックス。はい。なんかタカシに聞いたりしたいな、いろいろな。子供の頃の話とか。僕の生い立ちはおもろいっちゅうか変わってるらしいですよ。まあ僕んちの兄弟は7人兄弟で、僕はもう下から2番目で、末っ子って可愛がられるらしいですね、よその家では。うちの家ではもうおもちゃっていう感じで、プロレスの技とかつけられたりとか、なんか殴られたりとか食い物とか取られたりとか、早くわんと、飯早くわんと取られたりとか、結構おもろい家やったんですよ。うちの父ちゃん母ちゃんは離婚したんですけど、で、おとん側についたんですよ。うん、で、いきなりおかんとかおらんくなったんですよ、うん、
ことある人って、うん、あれみたいな、うん、で親父が俺たかし新しいとこ行くぞとか言われて、うん、荷物まとめろ言われてもう何残っちゃうわけわからなくて、うん、連れて行かれた養護施設やって、うん、そういきなりっすよ普通さ、うん、うちの家はこうこうこうお母さんはこうでどうのこうのでだから行こっかみたいな行かとかぽいじゃないですか、うん、いきなり行くぞ新しいとこ言われてポンって追いかれてはいみたいなやるしかないっしょみたいな生活するしかないみたいな、まあ、そのおかげで今のまあ僕があるっていうね感じですねどこでもポンって置かれてもやっていけるというでも楽しかったですよねそこの施設で別に悲しい話しちゃいますよ、うんうんうん、なんか連れて行かれへんることもなかったところにいろいろいっぱい連れてもらえたり、はい、だから施設ってそういうのがあるんですよ、うんうん、そういうのが結構嬉しかったですねで常に友達もいっぱいおるんですよ四六時中共同生活じゃないですか、はいはい、50人ぐらいと、はいはい、結構友達と遊んで楽しかったり悪さしたりとか、うん、山燃やしてしまったりとか逆に楽しかったですねスケートは中学校の時流行ったんですよねなんか乗るだけやったけど流行って、うん、近所の小学校で滑らせてくれて廊下とかで滑ったりとかマジで、はい、でまたやめてでまた15歳ぐらい東京その行った時に何もやることなかったんですよ嘘ついてバイトして18歳帰ってその時にたまたま恵比寿の駅行ったらスケーターおったんですよ、うん、うわ俺もこれやったことあるおこれやって一人でもできるやん友達おらんし、うん、ほんでやり始めたんですよ一人で、はいはいはい、だ帰ったら地元でみんななんか流行ってたブームになってました15歳とかで気づけば今まで滑ってたそして今からまあまあ行くジュース屋さんがあるんですけど僕がスケボーを忘れてた時期があったんですよ、うん、スケボーの存在すらこうちょ遊ぶのとか仕事とかやってた頃で、はい、こう復活こうまた新たにこうなんかやろうそうを身につけてこれが奈良ですまあ普通っすねこれ全然これが奈良ですこれが普通っすよ村井さん何も変わったことじゃないです何思い出させてくれた思い出させてくれてるっていう感じですね奈良で初めてできた友達ですよね絶品のミックスジュース奈良さんにしちゃいましたよろしくですいきなりごめんばあちゃんの差し入れやねあ、ほんまにばあちゃんちゃうで、ばあちゃんばあちゃんえ、しばちゃんのばあちゃんうん、違う違うそういうことにしたんねあ、いいやないですかしばちゃんのばあちゃんやの素敵やしばちゃん、なんかどうです、うん、オッケーしばちゃんのおすすめ2ついっとこいうん、オッケーいちごとベリー奈良のモチードの商店街でミックスジュースやってますめっちゃうまいミックスジュースなんでぜひぜひ奈良に来た時は声かけてもらったら前川って言ってもらったらあのサービスするんでおサウンドボーディングでも大丈夫ですありがとうございますじゃあいただきますうますぎてもう飲んだもん早いよいやそんだけうまいねんってたかしを紹介するならあれやね芯がしっかりしてるなっていう感じかなだからあんまり周りに流されへんなと思うなんか仲間は多いけど自分は自分で考え持ってるからなんか例えばここで遊ぶってなってても自分がちゃんとスケートしに行こうと思ったらスケートしに行くみたいな、うん、そんな感じの人かなでもまあまあむちゃむちゃやけどじゃあ二人とも行きだけは一緒に行くけど帰りはもうどっかおらへんようになって俺はなんかその辺で寝てるとかそうやまあだからもうほんまになんか気使わんで本気で遊べる友達の一人って感じですねありがとうございます、ほんまありがとうございますゆっくりうん、ありがとう、ごめんやで美味しかった美味しかったっすねはい、そうやな抹茶も言うてて30円じゃんそうっすよなんかでも、ちょっとやっぱり気分変わるっすね、はい、今ではこう目の前の明日、明後日のこと考えとったらいいじゃないですか、はい、今はもうやっぱ長い先の人生を考えた上でっていうのも多少は考えられたっすねまあかなりアバウトっすよ、僕の場合はどうなっていきたい、たかしは楽しく生きていきたいですねめっちゃ笑ってる例えば、具体的なこととかないの例えば、具体的な具体的な、さっきも言ってたけどお店を持ちたいとかあー、それはあるっすよお店持って、結婚したいとか、うん、まだ旅も何回か行きたいとか結婚はもう相手がおったらっすよおってこそやからね結婚願望なんかあんねやそれはあるっすよ。だからでも自分のこと不向きやと思ってるから今の自分でやりたいこといっぱいあるすぎてそのやりたいと思ってやり尽くした時におればってやりたいことなくなることあるん、はい、やり尽くすことあるんないでしょうね分からんそんなこと考えたことないです
毎日何かを精一杯やってたら何か見つかるでしょう。何かしか言ってないですけど。Hey, I got it. Welcome to Papa。新エピソードとかないですか、ここで。飲みすぎて運ばれた。アワーすぎて。テキーラのこれぐらいを一気飲みしたんだよ、多分。で、アワー吹いた。限度を知らん、これは。だから管通されたとか僕も全然覚えてなくて。チンチンに。そう。起きたら家、そんなん知らんで俺。いつの間にそんなことやらかしちゃう。やらかしちゃう。ジェネティカルイマジネーション。お付き合いだよ。ありがとうございます。どうでした？まあ普通通りですね、ほんまに。まあ本当はこのまま温泉に入って酒飲んで寝たいぐらいですから。まあそこまではいいでしょう。あとまあとりあえずちょっとこれがパワーボムのあるんですよ。5月27日、うん、ミニランプジャムコンセッション。また詳しくは近いうちにいろんなところで上がってくるとは思うんですけど。オーストラリアから138スケートボードに来るんで、オーストラリアというわけで、僕の一日はまあこんな感じです。ありがとうございました。